まあ、ここも初見でどうなるんか全然わかんないです。例えば、2分30秒以内にできなくて、もう一回やった時に見つけたコポチはそのままになってるんかどうかっていうのは、まあ、録画的にわかんないですけど、実はここに戻ってきたんですよね。1個前の動画見てもらえばわかるけど、ポチを足すと遊んだら、コポチ探してきてが開くんじゃないかって予想がズバリ当たり。で、戻ってきたらさ、クラフトマンみたいな人がさ、こっちも探してって言われたんですよ。また探すやつが復活してたんです。それが紙飛行機やったんですけど、見当たらないんで、もしかしたら裏にあるんじゃねんかと思って、僕今、ここにいます。2分30秒ね。OK。裏にあったりせん？紙飛行機。今、コポチ1個見えたな。で、しかもここ体験までやってることはあるはずやから、その時は5分ぐらいかかったと思います。まあ、操作の不慣れもありますけれどもね。この裏と同時に出たってこと、何回裏言うんや。裏と同時に出たってことは、裏にある可能性非常に高くない？手、あえて取れるんや、手で。手じゃないけど。やべやべ。ちょっとそんな取ってる暇ない。ちょっと待って。1分30、2分30秒やな。あるかな、飛行機。飛行機もあるかどうか。飛行機もあるか？ 2 分30秒。飛行機も探しながらね。コポチと飛行機。コポチと飛行機探してます。おい。よし。後ろあんな風にできてたの、かわいい。まあ、コポチは多分もうちょっと離れたところにいるんでしょう。あ、やっぱ裏にあるんや。変な動画になっちゃった。取ってねえ、コポチ。俺、コポチでゴールしろよ、今のは見つけたって言って。動画的にどうよって言ってて、俺何やってんの、これ。判断が非常に甘いっす。コポチコンプリート動画どうすんのよ、これ。飛行機動画でした。すいません。だってさ、帰ってきたらこいつがびっくりマーク出してんだもん。これ難しかったよ。表探してないなって言って、裏にあるんじゃないかって言って今動画撮ってます。でもコポチを撮ってから、飛行機、次行くんかい。こっちの今落ち込みがあるねんで、まだ。なんかミルクもあったな、どっかに。あ、裏にあったよ、だって。え、もしかして 飛行機も裏にあったよって言ってくれてたかもしれん。そしたらごめんなさい。俺ちゃんと呼んでなさい。予想で裏行ってた。ってことで、何の動画これ？とりあえず、紙飛行機の動画でした。